こんにちは、スターリストの山旬です。今回の動画なんですが、セルフビフォーアフター企画第4弾ということで、脱無難ファッション改造計画をですね、お届けをしてみたいなというふうに思っています。まあこれまでですね、数々の NG コーデを僕自身が再現をして、そこからですね、着替えながら、まあどのように変化をしていくのかを皆さんに見ていただきましたが、まあそちらの最新バージョンということで、今回のテーマなんですけども、決して悪くはないんですよ。普通なんだけども、 無難に見えすぎてしまって、決してオシャレに見えないという方、結構少なくないかなと思うんですね。なので、まあ今回ご紹介するアイテムですとかコーディネート、NG と言われる段階では、正直ですね、どのアイテムを取ってみてもですね、そんなに悪くないんですね。で、全体のコーディネートとしても、いわゆる普通に見える状態なんですが、ただ決してオシャレと褒められることもないという状態、結構ここでですね、悩んでる方多いかなと思うので、今回はその着こなしをベースとしながら、まあ、どのように アイテムを変えていったらおしゃれに見えるのかよりファッションを楽しめるのかというところですね皆さんに実例をしっかりと見せながら最後まで解説をしていきたいなと思っていますまあ、人によってファッションの目的はそれぞれだと思うんですねまあある程度普通に見えればいいという方もいらっしゃると思うんですがまあ、それだけじゃなくてもう少し次のステップに行きたいという方実は結構多いんじゃないのかなと思いますのでまあ、そんな方のために今回の動画はですねまあ、こういったアイテムを加えればより素敵に見えるんだなとかこういったアクセントが必要なんだなというところが かなりわかりやすいかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってましょう こんにちは。普通田俊介、40歳です。今日は大山さんに言われて、ここにやってきました、えー。今日の僕の着こなしをですね、紹介してほしいと言われたので、まあ、ちょっと恥ずかしいんですけども、お話をしていきたいなと思っています。今日はですね、僕はあの、シャツを着てきました。まあ、日頃からですね、シャツを着用することが多いので、このようなですね、なんて言うんですかね、この襟の部分がボタンで留めてある、ボタンダウンシャツっていうんですかね、こういうのを着てきました。まあ、昔からこういうのが好きで、 えー、いろんなボタンダウンシャツを持ってまして、えー、今日はブルーなんですけども、白の まあシンプルなボタンダウンシャツも持っていますね。こういうものを着るとやっぱり安心感があって、まあサイズは体に合ってると思うんですよね。まあこれぐらいピタッとした感じの、ピタッともしてないけども太くもない、まあこのようなシャツをよく着ています。で、下はですね、やっぱりこう、血のパンですね。血のパン、ベージュのパンツがすごく好きで昔から履いていて、僕にとってはもうお気に入りと言いますか、まあ一つこう、履くと安心するズボンの一つかなと思います。 そういえば、裾を見るとちょっと長いかもしれないですね。普段あんまり裾上げしないでそのまま履いちゃうことも多いんですけども、えベージュのチノパンとか、あとはですね、結構チノパンが多くていろんな色を持ってますね。えー、っと、グレーのものとか、あとは、カーキっていうのかなそういった色のものとか、あとは黒のチノパンだとか、まあ血パンばっかり持ってる感じです。で、たまにジーパンも履くんですけども、まあ基本的には安心感のあるようなこういったものを履いています。で靴 普通なんですけどもえ、今日はですね、これは量販店で買ったものなんですけども、えっ、ー、と、なんて言ったらいいのかな普通のキャンパススニーカーっていうのかなそういったものを履いています。やっぱりこう、履きやすいのがいいので、まあこういったスニーカーを履くことが多いです。で、結構着こなしはシンプルなので、バッグはちょっとね、なんかアクセントになるように、少しこういったショルダーバッグですね。まあ両手が履くのがやっぱり便利なので、まあ子供がね、いるので、二人こう、一緒に手繋ぐのに、 両手は空いた方がいいかなってことで、こういったショルダーバッグを、えー、よく持っています。で、着こなしが結構シンプルなので、ちょっとこう、バッグにはアクセントを取り入れて、おしゃれなものを持つようにしています。まあ、こんな感じが僕のスタイルですが、皆さんどうでしょうか はい、ということでですね、小芝居はこの辺りにして、ちょっと解説をしていきたいなと思ってるんですが、まあ、今回の着こなし、結構ですね、土日、祝日だとですね、こういったパパを見かける機会は少なくないかなと思うんですね。まあ、僕自身もやってみて、あ、いるなーという感じがしましたし、僕自身もファッションに携わらなければ、このような着こなしをしてた可能性もあるかなとは思うんですね。ポイントはですね、とにかくシンプルなんですね。特に、こう、良くも悪くも全く違和感のないスタイルで、 例えば、シャツですね。サイズ感は、本当にこう、今のトレンド感というよりは、ジャストサイズになっています。で、シャツの襟型もですね、いろんなものあるんですけども、こういったボタンダウンシャツというのは、昔ながらの印象ですね。まあ、特に、30代後半、40代以降の方にとっては、ボタンダウンシャツというもののですね、安心感ってすごくあるかなと思うんですが、普通に見えるからこそ、ちょっと無難に見えてしまうというところ、良いところもあるし、悪いところもあるのが、この襟型の一つの特徴かなと思います。 と思うんですねそして、ベージュのチノパン、僕の動画の中でも結構ですね、ベージュのチノパン意外と難しいですよってお話をしてると思うんですね。それなぜかというと、いわゆるこう、休日のパパ感、お父さん感っていうのが、ベージュのチノパンからは出てしまうんですね。まあ、安心感があって、誰もが一度は履いたことがあるアイテムだと思うので、だからこそ、その固定したイメージがあるんですね。休日のパパっぽいなとか、あんまりこう、かっこいいイメージがないよなと思ってしまうので、まあ、そこがちょっと難しいと かなと思いますで、チノパンのサイズ感なんですが、これ、太くもなく細くもなく普通の感じです。これがちょっと難しいポイントかなと思います。結構ですね、おしゃれ中級者、上級者の方でも、ベージュのチノパンをうまく活用している方もいらっしゃるんですが、そういう場合は、まずはこう、小綺麗にですね、センタープレスの入ったような、綺麗めなイタリアっぽいですね、ベージュのチノパンを履くという方法があります。これはこれでとても素敵で、僕もですね、かつてインコテックスとか PT とかのベージュのパンツを履いていましたが、そういう こういったアプローチもありますし、あとはちょっとトレンド感をたっぷり出すために、ワイドに振ってしまえば、ベージュのチノパンはかっこよかったりするんですね。でも中途半端なこのようなシルエットのもので、あとは竹の長さですね。裾上げしてないと普通ださんは言ってましたが、まさにですね、このダルっとした感じが結構ですね、やぼったく見えたりだとか、あんまりこういったところは禁止しないんだなっていうのが見えてしまうので、ここちょっと NG ポイントかなと思います。で、このですね、ショルダーバッグ、 結構ですね、持ってる方多いかなと思うんですね。両手が空くので、それはそれですごくいいなとは思うんですが、結構ですね、こう、装飾性の強いものを持ってる方いらっしゃるんですね。あの、ご本人も言っていましたが、割とこう、着こなしがシンプルだと、どこかにアクセントをつけたくなって、こういったバッグでですね、ちょっとこう、装飾性の強いものを持ったりすることが少なくないかなと思うんですが、意外とコーディネートになじまなかったり、難しさを感じる相手なので、まあそこはちょっともう少しシンプルにしていきたいなと思います。で、足元もですね、 こういいいっったいわゆるこうコンバーーーススのスニーカーっぽいものニカぽもですねそういったものも悪くはないんですよ。単品で見て、全体の着こなしの中にうまくバランスよくはまればかっこいいんですけども、全身が結構こうカジュアルと言いますか、チノパン履いて、えー、ブルーのシャツですけどもボタンダウンで、で、ショルダーバックで、その上でこう、コンバースのスニーカーだと、ちょっとこう、見た目は結構大人なんだけども、着こなしは大学生時代と変わらないみたいな、そんな感じになってしまうと、ちょっとこう、 元気に合わないのでこれも変える必要があるのかなと思いますまあ、このようなベースからまどのように変わっていけばいいのかというところで、まあ、少しずつ変えていきたいなと思うんですがまずは何から変えましょうかね靴から変えましょうかまずはこの靴をですね白のジャーマントレーナーに変えてみましょうまあ、シンプルなものからいきましょうかね はい。まあ、こういった普通の着こなしっていうところから、いきなりですね、ニューバランスっていうのはちょっとハードルが高いかなと思うので、白系のスニーカーに履き替えてみたいと思います。はい。これでどうでしょうかね。うん。はい。この状態ですが、まだちょっと垢抜け感はそんなにないですね。じゃあ、ちょっとバックを取ってみましょうか。 これ、バッグを取ってですね、ちょっと脇に置いておきたいと思います。はい、どうでしょうか。だいぶですね、バッグがなくなっただけで、雰囲気は変わってきたかなと思います。こう結構ま、体の真ん中にこうラインがこう入ってくるっていうのは、ちょっとカジュアル感強くなってしまうので、まあ、ちょっとあえてですね、ショルダーバッグを外しました。最後にバッグはですね、私物のものを入れてみたいなと思うんですが、これだけでも多少変わったかなカジュアル感は少し抑えられたかなと思います。続いてですね、何着替えましょう かボトムスを着替えてみましょうか。まあ、ベージュのチノパンも悪くはないんだけども、ちょっとこう。今っぽいアイテムというよりはまあ、かつてのパパっぽい感じもするので、これをちょっと着替えてみますね。じゃ、今回はえっ、ー、とベージュのチノパンと並ぶようなまあ、代表的なアイテムであるデニムですよね。デニムなんだけどもこうスラックス調にしているようなデニスラというアイテムですね。こういったものにちょっと着替えてみたいと思います。 はい、気合いっていました。どうでしょうかちょっと雰囲気変わりましたよね。 上半身が明るめのブルーで、それに対してボトムスがベージュというですね、まあやや明るめのカラーだと、ちょっと全体的に色がぼやけるんですが、それがですね、こういったデニムスラックス、インディゴブルーみたいなですね、濃い色にすることで、だいぶ下半身の印象が引き締まるんですね。それだけでもだいぶ雰囲気が変わりました。そしてスニーカーが白レザースニーカーということで、まあだいぶですね、ちょっと落ち着きのあるスタイルになってきたかなと思います。これだけでも NG ではないですが、 やっぱりこう全体の雰囲気として、ブルー系のボタンダウンシャツがですね、ちょっとここだけ浮いてしまってるかなと思うので、これをですね、同じブルー系なんだけども、今のちょっとトレンド感にあったような、このようなブルー系のシャツアウターみたいなものですね。これに着替えてみたいと思います。それだけでもだいぶ印象変わります。早速着替えてみます。はい、ということで上半身も着替えていましたが、いかがでしょうか先ほどもブルー系のボタンダウンシャツを着ていました。 これはこれで決して悪くはないかなと思うんですが、まあ本当にこうオーソドックスな雰囲気だったので、ここからですね、今回はちょっとトレンド感が漂うようなシャツアウター系のブルーシャツを着てみました。これはですね、今季のシップスのアイテムになっているんですが、今のトレンド感っていうのが随所に散りばめられていまして、まずはデザイン部分なんですけども、襟型はレギュラーカラーと呼ばれるような、割とこう一般的なものになっています。ボタンダウンシャツと結構同じぐらいですね、オーソドックスな襟型なんですが、まあ どちらかというと、レギュラーカラーの方が今っぽい雰囲気は出しやすいかなと思うので、まあ、こういったものを選んでいただくといいかなと思います。で、先ほどのシャツに比べると、まずは胸ポケットですね。ここが一つをディティールとして特徴的かなと思います。最近はこのようなワークだとかミリタリーテイストのちょっとこうポケットがついたものなんかがシャツの中にも増えていまして、こういったものを取り入れてあげると、今の着こなしにアップデートが気軽にしやすいかなと思います。続いてサイズ感なんですが、先ほどのボタンダウンシャツは割とですね、ジャスト サイズに近かったと思うんですが、まあ、こちらはですね、見幅を見ていただくとわかるかなと思うんですが、まあ、ほんのりゆとりがあるんですね。まあ、これぐらいのちょいゆるサイズぐらいが今のトレンド感には合ってるかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、このようなシャツを一つのベースとしながら、同じブルーのシャツなんだけども、ちょっと今っぽさを加えてあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思っています。今、シャツアウター風のものを着ていますが、他には先日ご紹介しました、グリーンレベルのこのような、こちらもレギュラーカラーになっていますが、シンプルなシャツなんだけども、 ゆとりがあって綺麗なブルー系の色合いですねこのようなシャツもすごく着るだけで大人っぽく見えますし今のトレンド感も程よく表現できるかなと思いますこの3つを並べるとどれもブルー系のシャツではあるんですがこの中にもベーシックですごくど定番的なものもあればトレンド感の漂うものまでありますのでちょっとこのあたりに変えてあげるとだいぶ印象が変わってくるのかなというふうに思っています 改めてまとめてみますと、まずはですね、足元に関しては、このようなコンバーズ風のですね、キャンパススニーカーも悪くはないんですが、ちょっと子供っぽく見える可能性があるので、まあ、こういったものを履くときには、全身をキレームにして、あえてセットアップに対してこのようなものを合わせると、外しの効果でおしゃれに見えたりするんですが、まあ、カジュアルな中に入れ込んでしまうと、ちょっとですね、大人の男性にはカジュアルすぎてしまう印象があるんですね。まあ、そんなときに使いやすいのが、今僕が履いているような白系のレザースニーカー ですね、ジャーマントレーナーか、もしくはオールスタークップのような、すごくシンプルなレザースニーカーがいいと思います。もしくはブラック系だったら、こちらのようなブラックのレザースニーカーですね。このようなものだと、よりこう、大人っぽく上品に着こなしにはまるかなと思うので、こういったもので代用してもらうのもいいかなと思います。で、ボトムスに関して言えば、ベージュのチノパンみたいなものだと、ちょっとですね、色がぼやけてしまう可能性があるので、ちょっと濃いものを選んだ方が、コーディネートとしては簡単なんですね。ですので、今回デニム系のアイテムなんですが、縦に プレスススの入ったたデニムスラックスを履いてみました、まあ、このようなものでもいいですし、まあ普通のですね、ブルーデニムなんだけども、色落ちしてないものなんかは意外と使いやすいかなと思います。ベージュに比べるとですね、全身のバランスとして引き締まって見えるんですね。まあこのようなデニムスラックス以外には、普段僕の動画の中でよく使っているブラック系のパンツですね。EG ーー仕様のもので腰にゴムが入っているものだとか、まあこういったリラックス感のあるものが使いやすいです。ユニコーンのスマートアンクルパンツだとか、グリーンレベルのオールマイージーパンツだとか、 この辺りが使い勝手がいいかなと思うので、下半身はちょっと引き締めてあげるというところを意識すると、バランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。そして、ラストですね。 バックなんですけども、ショルダーバッグあれはあれですごく使い勝手がいいかなと思うんですが、どうしても体の中心ですね、斜めにかかってくるので、カジュアル感が強くなってしまうんですね。ですので、僕は個人的には、このようなトートバッグを持つことが多いです。今持ってるのはですね、ブラックのキャンパストートになるんですけども、このようなベーシックなキャンパストートなんですけども、ホワイトだとかオフホワイトのような明るい色よりも、ブラックだとかネイビー系のものを持ってもらうと、意外と大な人気くましとはまりやすいんですね。 まあ今回のような少しシャツを使った綺麗めなスタイルには、ショルダーバッグよりはこういったトートバッグ型の方が意外と相性がいいかなと思うので、まあ、このようなものを持っていただくと全身のコーディネートをはまりやすいかなと思うので、まあ、一つの参考にしていただければなと思っています。 いやー、いかがでしたでしょうか、皆さん。今回の動画では、セルフビフォーア,ーアクター企画第4弾ということで、脱無難コーデをですね、皆さんにご紹介させていただきました。まあ、ビフォアの段階から決して悪くはなかったと思うんですが、まあ、これだけだと、どうしてもですね、古臭く見えてしまったりだとか、今の時代の空気感にそこまでマッチしていないので、それをですね、ちょっとだけでもいいので、トレンド要素を加えたりだとか、アクセント要素を足しながら、ほんのりおしゃれに見せるようなですね、工夫ができたのかなと思っています。まあ、今回の動画の中です。 少しでも参考になるところがあればですね、皆さんの中でもですね、実践していただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、もう少しトレンド感のある着こなしだとか、あとはセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、このあたりのですね、アイテムについて知りたいという方は、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。週に3、4本のですね、オリジナルの動画をお届けしていまして、そのうち1本はですね、 ライブ配信という形で皆さんのご質問に直接お答えする形でですね、放送してますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段ですね、なかなかゆっくりと動画を見れない方もいらっしゃると思うんですね。まあ、そんな方のためにオンラインサロンっていうものもやっています。そちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をリアルタイムでどんどん配信をしています。僕の方でも毎日投稿してますし、僕以外のスタイリストの方だとか専門家の方も発信をしています。また、参加者 他社の皆さんも気軽に投稿することができて、まあ、いろんな記事で溢れていますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイエストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。